ちょっと今日変な映像から入ってますが、あのね、さっき着替えた時に何気なくさ、ポロシャツをパンツ、あのこのデニムの中にインしたのよ。でそういえば最近ポロシャツをインすることないなと思って、だいたいあの出してるでしょね。昔はこんな感じだったんだけどね、ポロシャツといえばアメリカ人で最近でもインしてる人いるんだけど、こんな感じでね、インするとこんな感じになるんだよ。なんか懐かしいなと思って思わず撮ってしまいました。というわけで皆様、こんにちは、カズラジでございます。ご覧のようにまだ明るいです。明るい時間なんだよ。で今メジャーリーグのデータつけようとしたんだけど、まだちょっと更新されていないところがあって、更新待ち、まあ、その間にじゃあカズラジを撮っておこうということで、今カメラを回しております。明日早いんでね、もう今日はもうなるべく早く寝たいんだけども、野球がさ、またオリックスさんが今日あの5時からなんでね、まあ、ナイトゲームでしょ。もう早く寝たいんだけどね、明日また4時起きなのよ。で明日4時起きで、まあ、午後の飛行機取ってるんだけども、で帰って夕方、まあ夕方かなに帰ってね、で本当なら明日はまあ神戸で一泊をして、で翌日火曜日に福岡に移動して、ホークスイーグルスの試合をしゃべるっていうことだったんだけども、台風の影響もあってね、まあ、明日のうちに移動した方がいいんじゃないかなっていうのもあって、場合によっては明日帰ってすぐまた荷物入れ替えて福岡に移動する可能性があるんでね。だからなかなかあのいつも の僕の部屋で夜撮るあのカズラジバージョンにはならないんですよ、ね、ホテルの部屋からのカズラジですよ、まあ、僕はあの、いつも楽器置いてあるところにちょっと照明暗くして、後ろからバックライター当ててやるあのカズラジが好きなんだけども、なかなかその感じにはなりませんね、まあ、というわけで今日昼間なんだけども、こんにちはです。カズラジバージョンスタートしたいと思います。はい、こんにちはの時間帯でね、まあでも皆さん思い思いの時間に聞いてくださっているんで、必ずしも夜撮ってるから今晩まではないっていうのはね、よく分かってます。さて皆様からのメッセージをご紹介してまいりましょう。ひで99さんです。コメント読んでくださってありがとうございますということ。大木さんの名言間違ってなくてよかったですということ。間違えないでくださいね。合っておりましたよ。キハ20調べました。キハ20って、まあ、この、僕はこのカズラジのことを、まあ、なかなかね、あの見てくださる方が少ない。ローカル線。過疎のローカル線といつも、例えるんですが、まあ、そこに走る車両はどんな車両ですかっていう質問があったんで、キハ20ですというふうに僕は申し上げました。国鉄の機動車、ディーゼルカーですね、1957年だったっけかなぐらいにあの作られていた、機動車、ディーゼルカーです。もうだから65年経つんだけど、今も走ってるんだよというお手入れも後ほどご紹介しますが、キハ20調べました。すごくいい雰囲気ですねというヒデ99さん、いいでしょう。カズラジの運行中の車内ではぼーっと車窓から流れる景色を見ている人、列車の揺れにうたた寝する人、何気ない世間話をする人など思い思いの時間を過ごして、乗降時には運転士の大前さんのご乗車ありがとうございますの声をかけてもらえるなんて、なんともほんわかした雰囲気なんだなと思います。そうなのかな。新たな乗客はなかなか増えなくても常連客にはなくてはならない存在です。ありがとうございます。あのさ、常連客が居座るお店って一元さんが入りにくいのって知ってる？うん。なんかもう仲間内でもその中で完全にね、ソサイエティができていてね、でそこにはなかなか一元さんが入りづらいというムードがある。僕らもたまたま知らないお店に入っていくとさ、常連さんがもう店のスタッフなんかと仲良く話をしてる。そこに僕らが入っていくと、なんかそこにエトランジェが入っていって、異邦人が入っていってね、なんとなくこう僕らが、なんかこのアットホームの中に全然関係ない僕たちが入っていってもいいのかななんて思う時がある。ちょっとした疎外感を感じることがあるね。だから、常連客が、濃いお客さんが居座るお店には一元さんが入りづらいという状況、それもあるんだよ。秀久さん
分かってね、というわけで別に皆さんを否定してるわけでございません。いつもご乗車ありがとうございます。まあというよりやっぱりこの、カズラジは過疎なんだよねきっとね。はい、月の真牛さんです。いつもありがとうございます。キハ20知らなかったので調べました。ありがとうございます。その向上心が素晴らしい、知識欲いいね。そうしましたら千葉県の泉鉄道のホームページにたどり着きました。今も走っていて塗装も国鉄色でしたね。と、そうなんだ、すごいな。地域の鉄道が古い車両を大切にメンテナンスして運行されているようで、ホームページの写真を見ると駅にも味があって、ローカルの鉄道路線を楽しむというのも余暇の過ごし方でありかなと思いました。本当だね。だ65年走ってるんだよ、キハ20は。すごいね、日本のそのものづくりの技術とメンテナンスと技術、これはすごいなと思います。キハ20、そういうね、列車っていうか、まあ、僕の場合は列車、列はなさない、もう一両編成のもうレールバスです。そんな感じで、佐賀のりさんです。気ままなローカル線の運行ありがとうございます。まあね、気ままですわ、本当にね。西九州新幹線の愛称は大前さんのおっしゃる通りカモメです。 JR 東海や西日本で使用されているN700S という車両が6両編成で走ります。あ、6両なんだね。将来、新鳥栖駅で九州新幹線とつながりますが、その時は山形新幹線や秋田新幹線と同じように連結されて、新大阪まで行くという計画があります。なるほどね。新幹線の開通で日本が狭くなってきたとおっしゃっておりましたが、それに加えて街の形が大きく変わるなと感じています。西九州新幹線の終点の長崎、新幹線開業に伴って再開発が進んでいます。県庁の場所も変わりましたし、そうなんだね。長崎駅周辺にはホテルや大きな企業が進出しました。どのくらい長崎に人がやってくるか分かりませんが、街が活気づいてくれるといいなと思います。ということで、今までは博多から長崎方面行くには特急ソニックとかあったね。確かに違ったらごめんね。確か僕は長崎に何度か行ったことあるんだけども、確かそんな特急に乗ったような気がする。だからまあ関西から行くときはもう飛行機で一本で長崎に行くんだろうけどね。ありがとうございます。まあ、確かに街が変わるね、本当に。例えば関西で言うとさ、関西空港が、できてもずいぶん経つけど、確か今日関西空港が開港した日じゃない？ 9 月の4日って。関西空港ができるときに、その対岸の泉佐野市、臨空タウンという新しい街ができた。大きなビルも建っていろんな企業を誘致しようとした。ね、まあアジアのハブ空港を目指して作った24時間体制の空港ということで、海上空港でした。でその、対岸にあります、泉佐野のリンクタウンという形でこのね開発をしたんだ。いろんなこのビルも建ったし、ところがよ、そんなに計画通りにうまくはいかなかった。リンクタウンって今名ばかりでね、まあ、普通のなんか街で、アウトレットと、あとまあ大阪市と大阪府が誘致した大学があるくらいで、計画ほど発展しなかったね。でそういうのもあるからさ、やっぱり難しいよ。まあでも長崎は県庁所在地だしね、県庁の位置も変えるってもやる気満々っていう感じですもんね。ありがとうございます。それからキャンディーさんです。JR では記号で一般に「も」がついているのが動力車、これモーターっていう意味ね。存じ上げておりますよ。私もそれなりに鉄道オタクでございますから、まあ、JR というか国鉄の時代からそうですね。在来線の列車の場合は路線勾配などの条件や車両の性能によって動力性能、動力車が何両なのか異なってきます。ああなるほどね、勾配があるとことかね、その性能にもよるんだね、車のね。新幹線はやや複雑です。動力車が多いですが、先頭車やグリーン車の一部で付随車があります。ああなるほどね。この付随車というところは要するにモーターを持っていないというやつで、そうか、先頭車、いわゆるその
なんていうのかな、 JR の、まあ、昔僕らだった国電の普通の普通電車の中でも、運転台がある、には区というのがつくんだけど、区派と雲派っていうのがあって、雲派というのは、先頭車両で動力車で、区派というのは動力系のない先頭車両っていうことだったよね、確かね。まあ、そんなのがありますね。まあいろんなあの記号があってね、面白いよ。食堂車はね、市、食堂車市がつく。だからブルートレインの、この食堂車なんかはなしなんていうのがありましたね。それから、郵便を運ぶ車両は、ゆっていうのがつくの。だから機動車の郵便を運ぶのキユとかね、そういうのがあったよ。キハユニとかありましたけどもね、そういうあの記号がありましたね。ありがとうございます。そういうのは、まあ、あの僕らもまあ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 鉄道オタクなんで、存じ上げております。ありがとうございました。それから牛子さんです。機関車と聞いたらトーマスと思ってしまいます。機関車トーマス、ある日トーマスがっていうやつですね。森本レオさんです。そうです。子供とテレビ見すぎですねって。まあでもトーマス好きだったな。今ちょっと違うんだよね。戸田恵子さんの声でね、トーマスがアンパンマンと同じ声ですよ。キハといえば私の地元はめっちゃ走ってます。山陰は走ってますか。キハ40ディーゼルエンジン、あ、 JR 西日本はキハ40今でも走ってますもんね。機動車でございます。かの有名な水木しげる先生の妖怪たちがラッピングされたキハ40、妖怪列車ね、が走っています。思いっきり家の前をって、いいなぁ。羨ましいな、もうそんなとこでもキハ40とか見たらもう僕はもうめっちゃ嬉しいです。個人的にはね。なので、我が家の子供たちは電車を知りませんな。電気モーターで走る電車を知らない。走っていないので。そうか、非電化区間なんだね。そうなんだね。おそらく電車と思ってるものは機動車です。そうか、渋いな。家族旅行はもっぱら車移動なので、電車に乗ったことがあるかどうか、乗ったことがあっても記憶にあるかどうかというレベルですということ。そうか、京セラにお見えになる時も車なんだもんね。はい、もう今なんか僕なんて逆にも街中で機動車走ってたらもう狂気乱舞しますけどもね。あ、でもほら、あれだわ、大阪からさ、あっちの山陰に行く地図急行経由の八雲、なんだろうあれ、まああれ機動車だよね、確かね。浜風も機動車だよね。そういうのありますね。ありがとうございます。まあ、そういうのたまに、そう、あの機動車走ってるね、特急で、山陽線もいわゆる JR 神戸線にも、あれ見るとまあまあテンション上がって、特急券はいるけれども三宮から大阪までそれ乗っちゃおうかなと思う時あるもんね。それぐらい機動車好きです。ありがとうございます。ということですね。はい、由美さんです。ソロ版の話ね。計算するときには指で弾いてしまいませんか。やるやる、あの暗算するときにさ、なんかこう指で弾いてる、あの仕草をするいるよね。確かそうだよ。半沢直樹さんに出てきたさ、黒崎検査官が暗算するときにこの辺でこう指弾きながら計算してますよね。ありましたね。愛之助さんね。私は鉄道詳しくありませんが、数年間だけですが、車両を製造していた会社に勤めていたこともあり、すごいね。ネイリストであり、車両製造の会社であり、ミュージシャンであり、アスリートであるユミさん、すごいわ。すごいすごい。キハと聞いて反応してしまいました。しかし、どんな顔をしているのかわかりません。まあ、キハにもいろんな顔があるんだよ。ね。私が好きなのは M8 でした。M8 でした。なんだろうこれ。BMW の車みたいな M8 とかって言ったらね。もしくはウルトラマンかい。あれは M78 か。多分海外ものというね。ほら M8 とか M3 とかって言うと、まあ、BM のスポーツカーを思い出しますけどもね。ありがとうございます。そして、ヤマッチョさん、久しぶり。もう僕これね、
今回のお便りの中で一番嬉しい。まあ、皆さんのお便りも嬉しいんだよ。嬉しいんだけど、ヤマッチョさんがもう久しぶりにもう3ヶ月ぶりぐらいのお便りくださいました。いや、キハ、181の2両編成渋いですね。昨日そんな話も僕はしましたね。鉄道の話と阪急ブレーブスの話で山下さんは反応してくれる。ちょっと今僕が動きすぎてピンボケ状態になっています。ちょっと待ってね。そう、その山下さんからね、メッセージくださいまして、向こう側、沿いを黒煙を上げて爆走する、単語エクスプローラーのイメージ。あー、単語エクスプローラーってあったんですよ。これから無水峠の F63 のごとく、協調推進運転でついていきますということで、名前を覚えてくださっていてありがとうございました。忘れるはずないでしょ、山内さん。嬉しくて元気が出ましたということ。元気が出るんであれば時々またこのね、カズチューブ覗いていただいてお便りください。よろしくお願いします。山内さんもね、シーズン山場に戻ってこられてよかったです。コメント返信は不定期になるかもしれませんが、カズチューブすべて拝聴させていただいていました。本当ありがとうね。もうありがとうございます。なんでここでピンボケになるお前ちゃんのカメラっていうねことなんだけども、山内さん本当ありがとうございます。お帰りなさい。まあ、時々でいいんでね、またメッセージください。ありがとうございます。まあ、このキハ181とかね、このキハ181っていうのは同じ特急車両なんだよ。機動車の特急車両で、同じよく似た塗装のキハ82という特急があったんだけども、そのキハ181は82よりも馬力が強いんだ、確かね。で、最初僕の大好きだった松風、特急松風ですよ。大阪を出て山陰線を通って博多まで行くという長距離の、列車があった。特急松風ね。松風が確かね、8時ちょうどに松風1号が走る。あずさ1号だけじゃないよ。あずさ2号か、あれは。あずさ2号だけじゃないよ。8時ちょうどに出発するのは。松風1号も大阪を8時ちょうどに、発車して、確か12時間後の8時過ぎぐらいに博多に着くんだよ。そんな列車がありました。それがキハ、82系、後にキハ181に変わっていくんだけどもね。だから八雲とかさ、岡山から伯備線に、乗っていくやつなんかは結構勾配があったりして、山岳を走るんで、馬力の強い181を使っていた。こんな話絶対誰も分かんないね、ごめんね。というわけで、ついついも鉄道の話になるとね、気持ちが、なんか明るくなってしまうお前でございますが、まあローカル線ですよ、要するに。で、まあお前ももう60過ぎてますから、新型車両じゃございません。もうキハ、20、もうまさに僕と同年代、僕よりもキハ20の方がシニアなんだけど、まさにキハ20、60を超えた、この機動車でローカル線を今日も走らせておりますんでね、もし気が向けば、また聞いてください。今回もたくさんのメッセージって言いますか、本当にいつもね、こうやってこうメッセージ書いてくださる、このなんていうのかな、労力っていうのは僕はすごいと思うんでね、本当いつもありがとうございます。というわけで、今日もキハ20が、終点に近づいてまいりました。今回も、ご視聴、ご乗車誠にありがとうございました。駅は無人駅なんで、はい、ひっそりと切符をそこに入れるか、ピタパをかざしてください。ピタパは不得意な牛子さんもよろしく。じゃあまた。